これ話題になるかちょっとわからないんですけど、はい、ちょっとまあ終わってしまったんですけど、はい、僕がそのハローの当時の中で一番好きなのはね、はいはい、まあ山田さんもご存知の通り、はい、ひなフェスなんです。ああはい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 、うん、里山さとみ込みのひなフェス、ね、もちろんもちろん、やっぱりその、うん、毎年ね、うん、あの堀内孝雄さんからアイスバーガーを買うのがやっぱりね、はいはいはい、定番となってるひなフェスなんですけど、ちょっとそのいろんな意見あると思うんですけど、僕ちょっとね幕張は嫌なんですよね。あの横浜に行くのが楽しみやったんですよ。ちょっと待ってそれ、うん、大丈夫それ。何が千葉県民的にそういうね、それ三万御殿みたいな話じゃないんですよ。そのなんていうの、横浜込みやってん、あの行事俺の中では、うん、ね、うん、その中華街に行くもよろしい、レンガ倉庫行くもよろしいさ、うん、ね、うん、時間もう見るもんいっぱいあるやん、あの辺。まあちょ、まあでもまあ時間が早く行けばひょっとしたらハロミにあるかもしれんとか、はい、ね、うん、楽しみがあったわけじゃないですか、うん、そのなんでそのあのなんかもう作られた湾岸都市みたいなところにさ、うん、あんまり何もないやん。でもそれ横浜のとこも一緒やんか。でもそれ言ったら何がいいの。いや、あのあそこでしょ、横浜やと。横浜やとあれどこやったっけ、どこ会場があれやね、みなとみらいと似たようなもんやん、もう幕張と。そんなことない、あっこであんた紙芝居も やれてたやんか。やれてた、うん、幕張でもやれるよそりゃ。でもいやかもしれんけど、なんか幕張に行く喜びってある、葛西臨海公園とか。だからそのそうよ、あの葛西じゃなくてあのほらあれディズニーランド、ゼップ、あゼップ、はいはい、ゼップ東京、あれなくなるやんか。なくなる、うん、やっとなくなってくれたと思ってさ、あっこ行くも嫌やったやん、アプガのライブで。いや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 、パレット、パレットタウンとかやな、うん、あっちのあのなんかビーナスフォートとかあるでしょうよ。見るもんなんもないやんあれ別に。あれ見たい、あれ毎回でビーナス まださガンダムがある方の方がさ、あのダイバーシティ、ダイバーシ ダイバーシティまだマシやで、あそこだってショッピングセンターあるからまだ、はいはいはい、食堂もあるし、食堂とかフードコートもあるから、はいはいはい、あっちのもうゼップ東京の方はもう最悪かな思ってたよ俺も。あ本当にテレポート駅、うん、なんちゅう名前やねんと思ってさ。でもほら、あのあなた車好きだから、あのほらあそこ車トヨタしかないやんか。トヨタと日産しかこう出さへんやんか。興味ないもんあの車。いやいや、一回僕たちあそこですごい楽しんでたじゃない、アップガのライブ前に。いや、しょうがなしにあれ時間潰してただけやで、もうあんなとこ行きたくないんですよ僕。作られたさ、埋め立て地にさ、行きたないんですよあんな。横浜行きたいやん。あれこれ俺だけ？いやそれ多分結構少数派じゃないの？別に、いや、みんな幕張メッセ行きたい。いやいやいや。幕張の方がやっぱりちょっと面倒くさいけど、行くのが、うん、行くのが面倒くさいからね、なので嫌っていうのはありますけれども、うん、あの会場周りにいろいろ見るもんあるとか、だってもうひなフェスに行っとんねんってなるじゃない。別に他見なくていいのもいいんだから。あれやとさ、あっこやと帰り気にせなあかんのよね、うん、ああはいはい、はい、横浜からやったらどんだけなんぼでも行く、はいはいはい、行ける方法はね、ありますね。あそれはまあまあまあ、だからまあ結局そのやっぱハロメンと喋りたいじゃないですか、うんうんうん、あれは唯一、うんうん、ものすごいいい企画じゃないですか、うん、あれは、うん、ね、うん、それをやな、うん、こんなしょうもないところでやられたらあれ行きたないっちゅうねほんま。でもそれ言い出したらほら熊谷、熊谷はひどかったねあれは。でも、まあそこまで行くとちょっと面白かったけどね、もうなんかあれはね、もう場所がまず分からへんやんか。分からない、分からない、分からんあれひどかった。これもう探せないんですよ場所を。でだからタクシーを捕まえようとしてたら、なんか 2,3 人タクシー捕まえてる人がいて、話しかけたらハローたいっていうか、でなんか全然タクシーが捕まらないんで、
皆さんで乗っていきませんかっつって、ハロータでみんな乗り合いで その場でタクシー呼んで電話してみんなで行ったもん。楽しそう、楽しそうやん。誰推しなんですかとかしょうもない話してさみんなで行ったもん。楽しそうじゃないそれね。え、僕もあの正直熊谷は面倒くさかったけど、あの面倒くさい分なんか小旅行みたいな気持ちになって、確かにね、うん、ただまあやってほしくないですけどね、もう二度と、二度とやめてほしい、うん、もうほんまに、うん、それはすごい思うけど、うん、あっこで鶴木さんに会った時も本当戦友に会ったみたいな気持ちだと思う。ああ、なるほど。鶴木さん、うん、赤い服着てさ、うんうんうん、早足追いかけてたよ。ああ、なるほどね。だからまあ幕張はね、でも今年も幕張で、しかももうコロナのあれもあって降臨っていうか、そのメンバーは出てこないっていう制度だったみたいで。どういうこと？あの店舗、いや里山さん店舗に、そうそうそう、出てこない。なんやん、あ、行かんでよかった。あのステージ上には出るんですけど、うん、その、はい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 、あそこあるじゃないですか、はいはいはい、あの山木さんが司会してる、そう、あんなちっちゃいステージあるにもかかわらず、アップアップガールズはステージですらやらせてもらえなかったっていう。すごい存在意義が、すごい悲しかったけど、お前ら2期やろう言われて2期はあかん言われて、あのステージには一応メンバーは出たみたいですけど、うん、あえて一緒になんか物販みたいな感じ、うん、あれなかったんや。あれは一応コロナ対策というか、何やコロナ対策やねん。もうグダグダ。あのこの間聞いたあのお茶ノーマのイベントのひどかったらしいよ、うん、あの一応そのイベント中は声出し NG、うん、マスクでみんなそのイベント見るのね、うん、でも終わった後にあの握手会はできないから、うん、お見送り会っていうのがあって、うん、まあ要はメンバーが出てきて、うん、ありがとうございましたっていうところを、うん、あのファンが通るっていうだけのお見送り会の時は、うん、あのスタッフの方から、うん、あのどんどんメンバーに声かけてくださいって言ってたらしくて、お前じゃライブの声出し OK にしろよめちゃくちゃな、お前なんもうその基準がもうめちゃくちゃなんですよ。だからそのひなフェスだ、ひなフェスっていうかその里山里海も普通にもうメンバーにうらしゃええのに、うん、だってメンバーは出てこないけど普通にそのブースはあって、うん、だっておじさんおばさんは売ってるわけですから、そこから感染するかもしれないやん、うん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 、そんなこと言い出したら、そう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 、マスクしときゃええやろ別にそういう意味では幕張のやつも行っても旨味もないし、なるほどね。いや俺行かんでよかった、今年も幕張やから行かんかったんですよ。ああ、うん、あれほら別にチケットなくてもタダで入れるやん、あれって、あのそのあっちは ね、うん、だから幕張までチャリで行こうかな思ってたけどもうどっちにしても遠いな思ってさ、いや遠いよ遠いよ、だからまあ今年はね、うん、そんなんもあってあんまり、要はライブだけがメインみたいなところはありましたよね、うん、どうしてもね、ちょっとね幕張が嫌な人にはちょっとあのいいねボタンを押してもらってね、はい、ああそれでちょっとどれぐらい幕張嫌かどうか、そうそう、幕張でええやんって人は低評価を押してください。ああなるほどなるほど、うん、あそれはそう確かに